今回の講義では、線の書き方、色の変え方、太さの変え方を学習していきたいと思います。それでは、えー、左側、一番上ですね、このペンが選ばれていることを確認してください。さあ、まずは色を選びましょう。色なんですが、ここ見てみると、いろんな色のついてる場、そして、白からだんだん色がつく場、 だんだん暗くなったり明るくなったりするバーがあるのですが、このバーはですね、色味を決めます。だいたいどんな色にするか。そして、左側のこちら。これは、サイドですね。どのぐらいの鮮やかにするか。下に行けば行くほど鮮やかになるし、上に行けば行くほど鮮やかではなくなります。そして、すぐ下、こちらがですね、明度といって、明るくするか暗くするかを決めるものです。 通常ですね、どのぐらいの色味にしようかなを決めた後で、鮮やかさはこのぐらいにしたいな、明るさはこのぐらいにしたいな、というふうに順番に決めていきます。その次、太さなんですが、この下の今23ピクセルと出ているところ、ここを軽くタップして、上に行けば行くほどだん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 太くなります。下に行けば行くほどだん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 細くなります。 この辺は直感でわかると思うので、動かしてみてください。そしてこのすぐ下の100%とあるところなんですが、ここは不透明度を設定します。下に行けば行くほど不透明度が下がっていきます。完全に行くと0ですね。今度上げていくと100%になります。例えば、15ピクセルぐらいで選びましょう。 では早速書いていきます。さあここで一つですね。手ぶれ補正についてちょっと設定をしておきたいと思います。例えば今ここを見てください。手ぶれ補正0なんですが、この状態で書くと、本当に書いたそのままの通りが認識されます。ただこれメディパンのですね、手ぶれ自動補正機能という便利な機能、ぜひ使っていただきたいと思います。例えばこれをですね、タップして、 5にしましょう。すると、同じように書いてもですね、綺麗に修正をしてくれます。で、この手ぶれ補正なんですが、高くすればするほどいいっていうわけではなくてですね、例えば20まで最大上げられるんですが、例えば16にしてくるくるくるっと書いてくると、線がついてこなくなるんですね。なので、私の経験上、5から10の間が適当でした。 なので皆さんの書き具合によって調整していけばいいと思うのですが、ここでは5に設定していきたいと思います。それでは色を変えたり太さを変えたりしながら線をたくさん引いてみてください。線を引くことになれたら次の講義に進みましょう。